なのか、うん、どうも、ケイスケです。今日はですね、もうタイトルにもある通りコラボ企画でございます。今日のゲストは、いつもね、まあ、ブログとか、まあ、YouTube でも、ご活躍されているモノグラフの堀口さんにお越しいただきました。どうも、堀口です。はい、ちょっとタピオカ美味しいです。あのね、うち の, あのおうちカフェでたまに紹介してるそのタピオカミルクティーを今ご馳走してる感じですね。あのおうちカフェはあの生で今味わってます、これ。軽くじゃあ自己紹介。はい、モノグラフっていうブログをやってます、堀口です。で、普段は、まあ、暮らしの日用品だったりとかっていうものをこうご紹介してるんですけれども、うん、僕もあのケイスケ君と同じようにですね、 YouTube 始めて今頑張ってるところですね。はい、で、まあ、普段から仲いいんで、仲いい、まあ、たまには動画でも撮ろうかっていう感じ で、 今日はお邪魔してます。そう、あの仲良すぎて何動画撮ろうみたいな、全部知ってるし、そう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 、全部知ってるしみたいな感じになってたんですけど、うん、で今回はね、あのそういえば、まあ、僕あの堀口君のことヒデさんって呼んでるんで、もうヒデさんってそのまま呼ぶんですけど、ヒデさんのカメラの、まあ、歴史というか、どういう感じでカメラを始めて、でカメラにハマってったのか。ハマってるよね。ハマってる、ハマってる、ハマってる。そう、どうやってカメラにハマってったのかみたいなところを聞きたいなと思ってます。うん、でちなみに、この動画は一応そのコラボ企画として、ヒデさんのね YouTube の方にも僕のね、あの家のルームツアーが公開されてますので、す、はい、あのぜひ概要欄に書いてくるんでね、そっちも見てください。はい、ぜひ合わせてみてください。はい、はい、ということで、もう早速、カメラのことに気づいて聞いていきたいんですけど、いつから始めたんですか？ね、いわゆるちゃんとカメラを買ったのは、大学生の頃だと2010年とかかな。あ、まあ、ブログとか始める前かな。あ、ブログ始める前なんですね。なんかサークルかなんかの旅行行きますみたいなので、カメラあった方がいいなみたいなので、買ったのがあのキャノンの、イオスキスの X6i、X6i か、はい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 、X6i 買いました、はい、でもあれね、いまだに思うんだけど、あれめっちゃいいカメラだった。あれはいいカメラっすよね。あれめっちゃいいカメラ。あのキャノンの一眼レフで、まあ、エントリー、初心者向けのモデルなんですけど、まあ、結構ね、しっかり撮れるし、そう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 、 XI としかもあれバリアングル、バリアングルついてんの。あ、そうですよね。てか、いまだにもうあれでもいいかなって思うぐらい。うん、うん、確かに確かに。一周回って、まあちょっと後でもお話するんですけど、一周回って、はい、キャノンの X6i とか、まあ、ヨスキス、全然いいなって思う。全然あり、全然あり、確かに確かに。そう、で、まあその時は、それ、そのキャノンのね、X6i の X6i に、タムロンの、24-70 つけてる。あ、俺ね、持ってる、ヒデさんの今。え、持ってる、マジで。嘘。ベブレッジのケイスケ君は借りパクが多いんですよ、本当に。あの、だいたい僕がケイスケに貸したレンズとか機材全部借りパクをして、今戻ってきない状態にあるんで。これでしょ。あ、これちっちゃい。これでよくない？いや、これでいい、これでいい、これでいいよね。うん、うわ、これです。これタムロンの、ズームレンズですね、24-70。うわ、懐かしい、このカバー。 APS-C だから、まあ、17-50 が、まあ、24-70になるみたいなやつですよね。そうだね、懐かしいわ。懐かしい。今持ってるよってことだけ報告してるんですけど、借りパク、ね、借りパク。じゃあ逆に今返したらいる？じゃあ一旦持っといて。はい。絶対返さないわ、もう。そうか、その時はじゃあヨスキスにタムロンのズームレンズつけて、ね、まあ一番万能な組み合わせですよね。でもそうだね、何でも撮れるね。そうね、そうだね。 2.8 通しのレンズをつけてるって感じね。そう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 、つけてて、で、そこから次に買ったのが、あれか、アルファ7だね。アルファ7か、初代ですか。初代、初代アルファ7を買った。うん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 、で、まあ、やっぱりね、あの当時やっぱブロガーですごい有名な人がいて、はい、その人がやっぱ50、そのアルファ7に 55mm の、ね、はい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 、1.8 ね。オツパさん、オツパ、オツパ、オツパさん、はいはい。そう、で、その人にあの憧れてというか、その人の写真がすごく良くて、買ったのがアルファ7ですね。そうね。で、その時やっぱ 55mm の F1.8 単焦点買って、あのレンズもめちゃめちゃいい。まあめちゃめちゃいいね。いまだに、ま、もう一回買おうかなと思って、僕もあの普段から使ってるけど、めちゃめちゃいいですね。焦点距離使いやすいし、画質もすごくいいし、いい、コントラストみたいなのが高いですね。パキッとするし、で、いて、ちょっとね、フィルムライクな色味するんだよね。ああ、するする、ちょっとなんか、寒色寄りみたいな感じですよね。そう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 、だから、あれで撮った時の写真って未だにいいなって思ってるから、確かに確かに。で、まあ、最近こう、動画始めたっていうこともあって、意外とあとね、この 55mm の画角が使いやすいなっていうのが、はい、ちょっとあって、マジで買い直そうかと最近は思ってた。
ボケ感がちょうどいいですもんね。ちょうどいい、ちょうどいい。それは確かに。で、で、アルファ7買って、うん、で、まあ、しばらくその単焦点でやったんですけど、はい、その次は多分アルファ7-2かな ?R2 を買って。R2 か。はいはいはい。うん、アルファ7-R2 を買って、うん、で、その辺ぐらいから結構機材にちゃんとお金を使いになって、うんうん、GM 買ったね。あ、そうだそうだ、GM 買いましたね。ズームの2470の G マスターのレンズを買って、はい、買ってましたね。24万ぐらいだったかな。でもあれもまあ本当にまあすごいまあいいレンズで、うん、めまあ大体その時はそれつけっぱなしでやってました、うん、めちゃめちゃ重いんですけど、うん、で、プラスその次に、まあ、結構その時ってもうブロガー界隈の中でも一気にみんななんかカメラをねみんな買ってた、買い始めたんだよね、うん、俺も買いましたし、そうで、まあどん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 このね、なんか俺こっちの方がいい、こっちの方がいいよっていう中で俺買ったのは 85mm の F1.4 GM ね、GM、これもあれもね、めちゃめちゃいいです。 85mm の F1.4 はね、本当に僕一番多分好きなレンズですね、今まで買った中で。まあそうなんだ、本当にやっぱね、まあ画角 85mm はすごく使いやすいっていうのもあるし、うん、やっぱね、パキッと感すごい、うん、やっぱね、自分で撮った中でもやっぱいい写真だなと思うのはそのレンズが多い。ああそう、一番多いね。ああそう、うん、GM でしょ、まあ、めちゃくちゃ高いね、この時点で、うん、この時点で40万ぐらい40万ぐらいしてて、そう、あとあれか、広角の1635の F4、 はいはい、 F4 か、あれは F4D かとかも、確かに確かに。で、それも買ったし、うんうん、って感じかな。で、それが α7R2 時代か、うん、2時代、うんうんうん、でその次は、まあ、α7R3 に、そうね、この辺ではもう出会ってるから、そうね、そう、α7 ぐらいで出会ってるから、そうだね、そっからはだいぶ知ってる、そうだよね、うん、でその後はそう α7R3 を買って、その時は確かね俺 R2 で圭介 2R2 俺は R2 を買って、俺がキヤノン持ってたんですけど、そうだ、そこでちょっと取り比べてみてよとか言って、取り比べに行って一発で違いを感じて、その数週間後に R2 買って、 9000D だっけ、 9000D だったの。ああ、はいはいはい、 R2 買って、でヒデさんが R3 を買ったんだよね。そうだね、そうだね、R3 に買い替えた理由は、まあ、ぶっちゃけ R2 と R3 って、うん、そんなに何かすごい違いがあるかっていうと、そうじゃなくて、どっちかっていうと、なんていうかその EVF が綺麗になりましたとか、うんうん、あとはそのジョイスティックがつきましたとか、うんうんうん、結構まあ、細かいアップデートだったんですよ、うんうんうん、なんですけど、当時ね、その時まあ、3、α7-3 とかも出てなかったんで、シャッター音とかがすごい変わったんですよね。変わった、α7-2 と3のシリーズで、で、あ、このシャッター音素晴らしいわっていうので、それが決め手になって3買いましたね、うんうん、それだけなんだ、まあ、ほぼそれ、ほぼそれほぼそれ、それはすごいな、うん、で、買い替えて、はい、で、まあそのままのね、今までのレンズは切り持ってたんだけど、はいはいはい、ね、うん、やっぱ買い替えたのはあれですね、2470の、GM レンズ、うんうん、を持って、まあ、それがほぼメインだったんですけど、ある日ね、彗星のごとく現れたあれはね、今この動画も撮ってるやつなんですけど、うん、タムロンのね、2875ね、うん、あれは完璧、ね、すごい、これかもう本当にいいレンズですね、うん、もう軽い、何より、うん、軽くて、まあ、その標準ズーム使えて、投資の F2.8 っていうスペックなのに、めちゃめちゃ安いんだよね、うん、10万しないですよね、10万しないよね、うん、しない、で、未だにね、もう予約待ち状態で、うん、定価よりも高い値段でメルカリで売ってますみたいな、もう本当にこれ名作レンズですね、うん、で、それを僕も買って、で、その G マスターの2470と、うん、まあ、取り比べてみて、うん、あんま変わらなかった、あんま変わらなかった、まあ多分、うん、めちゃくちゃ引き伸ばしたりしたりとか、そうそうそう、周辺をね、まあすごい見たら違うんだけど、まあそんなに変わらないなと思っちゃって、ね、で、それで僕はその G マスターを売って、うん、タムロンの方をメインにしました、うんうん、そうですね、それぐらいいいレンズなんで、本当に α7 使ってる人はまずそれ買った方が、それは買った方がいいですね、いいと思います、うん、本当に概要欄にリンクを貼っておきます、はい、で、まあ、あとそこから α7 系に関しては結構オールドレンズ的なところも買い始めて、まあ、それこそね、ケースケも使った、ポクトレンダーをノクトの 35mm とか、12mm のポクトレンダー、はい、広角のポクトレンダーとか 12mm5.6 ですよね、あ、そう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 、
とか使ってたね。まああと何個かね、ヘリオスとか試したけど、うん、あとサムヤンも買ってましたよね。あ、サムヤンも買った。 35mmF2.8、 あれもね、軽いんだよね。軽い、めっちゃ軽い、うん、90、薄いしね。そう、パンケーキレンズ的な感じ使えるから、うん、あれは良かったね。そう考えるとめっちゃ買いましたね。買った、ズーム買った、GM2本、サイズ、まあ、あの 55mm、うん、で、オールドレンズ3本に、そうね、8本ぐらい買ってます。8本ぐらい買ってる。で、まあ、最終的にそこから残ったのは 85mm の GM と、はい、タムロンと、うん、まあ、フォクトレンダー2本、うん、35と12、うん、と、あと、まあ、広角ズーム持ってるか、うん、あれじゃない、うん、あれ、なんだっけ、ズミルクス、ズミルクス、あ、プラス最近買ってやばいなってなってるのが、ライカのズミルクスのファースト初期型っていうのがあったんですけど、まあ、それをアルファ 7R3 にくっつけて、しかもそれをオートフォーカスにできますっていうテックアートのね、もうやばいですね。やばいですね、悪魔みたいな。そう、あれやばいの。しかもあのもうオートレンズなんですけど、うん、瞳オートフォーカスまでできちゃうってい う、うんうん、もう本当に素晴らしいマウントアダプターがあって、それをつけて遊んでましたっていうのが先月ぐらいまでの話、うん、いやそうよ、急にね、うん、急にっていうところまでが先月までの話。先月まではこう順調に機材も集めてきたのに、うん、そうそうそう、もうここまで集めたらもうひとしきりもう全部もう大丈夫だろうってところまで一回クリアしたんだけど、うん、そこからね、そこからね、いや持ってきてくださいよ。そう、あ、そうだ、もう、あ、そうだそうだ、今僕がメインで使ってるのは、これなんですよ。これあの EOS RP っていう、キャノンから出ている、うん、これ新しいミラーレスなんですけども、これ買いました。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、これ僕の動画の方でもお話はしたんですけど、はい、まあこれね、これ、まあ、この1点よね、ほぼこれ、うん、これさ、今まで YouTube 僕やってなかったんですよ。だからソニーの α7 でも本当に満足してたんですけど、うん、動画始めちゃうとやっぱこれ欲しいんですよね。バリアングル欲しい、こっちの方に向くね、ディスプレイっていうのが、うん、あのフルサイズでこれついてるのってキヤノンの EOS R シリーズしかないんですよ。あ、そうなんだ。そう、2個もないですか。2個もない。あ、そうなんだ。2個もないし、まあ、ソニーはね、こっちのね、上に向くのはあるけど、この横に向くのはないっていう、うん、いや、フルサイズではまだないしね。そう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 、フルサイズのこのバリアングル液晶って今んとこないんですよ。で、やっぱりこう、まあ、動画ね、いろんなところで撮りたいなと思った時に、まあ、別でモニターをつけたりするの結構面倒くさいんですよね。面倒、うんうん、くさい、面倒くさいですね。そうで、まあ、それがね、一発でこうできちゃうのはすごい楽だなっていうのと、あとね、想像以上にこの EOS RP で安かった。ああ、いくらぐらいでしたっけ。本体12万。12万か。12万でフルサイズ。ああ、確かに安い。画素安い、でバリアングルついてるってやばくない。安い、やばいよね。うん、で、この、まあ、このレンズも、キヤノンの今までの、EF のマウントが使える、マウントアダプター純正でできて出てるんで、うん、まあ、これつけてあげれば、まあ、今までのキヤノンの資産全部使えるんですよ。うん、で、その中からこれあのタムロンの、24-70 っていうのをつけてます。これめちゃいいらしいですね。あ、そう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 、うん、まあ、だからもうほぼあれですね、最初のキヤノンの EOS X6i とほぼ変わらない状態です。APS-C がフルサイズになったんだけで、そう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 。で、まあ、やっぱりこれで今やってるんですけど、あの動画っていうところに関しては結構ね、これめちゃめちゃいい、優秀、優秀、あ、そう、すごい、あのね、フォーカスがめちゃめちゃ、まあ、キヤノンってフォーカスめっちゃ早いじゃん、もともとっていうのがあって、あのすごいフォーカスも早いし、はいはいはい、あの肌の色移りもすごくいいし、あ、そう、ね、っていうところがあるのと、あとはね、あのマウント持ってきてるんですけど、あ、これズミルクスか、これズミルクスなんですけど、はいはいはい、最近思うのは、このライカの N マウントとかって全部のミラーレスに対応してるこのマウントが出てるんですよ。RF も、 RF も出てる、これ RF だから、まあ、正直ライカの M マウントってそのまま持っておけばどこのメーカーでもそのまま資産になるので、確かに確かに、まあ、その乗り換えてもそんなにダメージ少ないかなっていうのもあって、うんうんうん、この RP をね買いました、はいはい、だから今つけてるのは、まあ、動画用にはこの24-70つけてます。で、普段の、物撮りとか、はい、人撮ったりとかはこっちつけてます、うん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 、っていう、まあ、50mm とズームレンズの2本体制でなるほど、やっているっていう感じですね。なるほど、
これね、まあ確かにね、魅力的ではある。だってこれだって合わせて20万しないぐらいだ。まあ確かにね。でそれでまあサブとしてもまあ全然使えるし、なんならメインとしても使える動画機って考えるとすごくいいよ、ね、でそれこそさ、うん、今までの E マウントのレンズはどうする？いやそう E マウントのレンズすごい今悩んでて、うん、まあ、それこそまあ E マウントレンズっていうかその本体はまだあるからある、ね、悩んでて、うん、もうちょっと使ってそう、ね、まあ、本当に問題なかったら本体はまず一旦売ろうかなと思って。ああそうね。で、あのレンズに関しては、まあ、正直な話、今ねあれがあるのよ。E マウントのレンズをニコンの Z マウントにつけれてフォーカスできますっていうやつが最近発売されたのよ。この間の CP プラスとかで出てたやつだから。ああそうなんですね。そうだから絶対そのうち RF マウントも出んのよ、うん、出る、ね、出る絶対出る。ってなったら今までの E マウントのレンズをそのまま確かに確かにこっちに持ってこれるなっていうのもあってちょっと今置いてる。なるほどね。そうそれは確かに。で E マウントのレンズって結構優秀じゃん、うん、優秀優秀だからこそそれをちゃんと引き継げればなるほど、もう完璧だなっていうところ。そうね、そうなんだよ。確かにそのもうこれ以上あるソニーのね、アルファ7系がバリアングルチルト液晶をもう搭載しないんだったら、うん、あるあるっしょ、あるあるそれはあるあるっしょ。だからアルファ7-4でつかなかったら、そういやそう、もうそれ考えちゃうね。もうしんどい、ね、もうしんどい。いやでもこれこの話はもうね、ケースけど何百回もしてる。何百回もしてる、うん、なんかソニーがあのバリアングルを技術的に絶対つけれないわけないんですよ、うん、なんだけど出さないっていうことは、いやそうね、絶対なんかねあるんだよね。闇がかかってる闇というかね、そう大人の事情とかが絶対あるんだろうなと思っていて、でまあそれをちょっと待ってるぐらいだったらっていうので一回俺は買ってみた、うん、確かに確かに、うん、あでまあぶっちゃけ ね、そのこれもだって20万とかしないぐらいだから、うん、まあ、売ってもそんなに多分値崩れしないのよ。ああまあそう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 、だからまあ試してみてダメだったら戻せばいいしっていう感じで買ったんだけど、うんうん、めちゃ今のところいい。なるほど、うん、はあ、まあもともとね α7R3 を使ってたから、うん、まあ、やっぱその画素の問題とかダイナミックレンジにもうちょっと欲しいなとあるけど、うん、まあそれよりもまあ動画ってさ、うん、あんまりそこ関係ないじゃん。関係ないね。画素とか、うん、まあダイナミックレンジ広い分にはいいけど、うん、そんなにその編集ができないから、そうですね、っていう風に考えるとまあ RP でもいいのかなっていう感じですね。確かに。そうなんで、あのケイスケの動画を今まで見ててキヤノンでソニーがねいいって言ってた人たちも、まあ、もしかしたら、いや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 、もしかしたらいやいやいや、もうちょいソニーでしょ。いやどうかな。まあまあまあちょっと、まあ、でもマジで、そう、次回本当に次回だと思う、うん、次ねいつ出るのかな。いやでも今年中に実は出る噂があって、うん、なんか9月か11月あたりにソニーから発表があるって噂はあるから、はい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 、なるほど、まあ、それ見てか。それ見て、それ見てだね、うん、それ見てと、うん、あとは俺はまあやっぱりこのマウントかな、マウンターだった、はい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 、追加か追加どうかね、うんうん、いやそうなん、あもうこれそのE マウントをつけれるってやつと、うん、あとあのテックアートも出してくれる気がするんだよね。あするね、するするテックアートがその、まあ、オールドレンズの、うん、オートフォーカスのやつも出してくれると思うし、確かに一番俺が期待してるのはあの、ね、さっき言ったタムロンの 28-75、はい、E マウントレンズあるじゃないですか。でもタムロンってもともと一番キャノンのレンズ作ってるサードパーティーだから、絶対この RF マウント用の、ね、まあ、28-75出ると思うんだよね。出ると思います。そしたらもうそれつけちゃうのが一番早いじゃん。機構は同じですからね。そう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 、マウントの形変えるだけだからだからね、確かに確かに、ちょっとね期待してます。確かに、うん、なるほど。じゃあカメラはじゃあ全体もうそんな感じですか。そうだね、そうだね、まあ、RF、今現状 RF です、うん、そうだね、そこぐらいかな、うんうんうん、で、1個聞きたいんですけど、うん、な結構僕のその動画の視聴者さん、視聴者さん、うん、視聴者さんは視聴者さん、はい、やっぱりカメラ始めたての人とか多いのかなと思って、はい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 、で、結構ね、悩んでるのが、うんうん、多分悩んでるだろうと思うのが、うんうんうん、キットレンズにするのがいいのかって悩んでる人多いと思うんですよね、うんうん、で、最初24、もう最初から24-70のタムロンのレンズ買ったじゃないですか、うんうん、あれなんで最初からそこに手が出せたのかとか気になる。あ、一番最初ね。そう、あとね、その時はあれでも俺も最初キットレンズ買ったよ。あ、買った？買った時はついてきた。あー、そこそこ X6i に多分 F4.5 から6ぐらいの、うん、そう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 キットレンズが多分ついてきてて、うん、でもやっぱそれはすぐに使わなくなっちゃった、うん、
で、その次にでも単焦点っていう存在、うん、その時知らなかった、ね、はいはいはい、ズームできないレンズがあるなんて気持ちですよね。何それ、めちゃめちゃ使いづらいじゃんと思って、うん、はいはいはい、その時はまあなんかもうちょっとまあボケがね出るカメラないですかって話を聞いた時にタムロンが出てきて、うん、私に安いしいいなってのでレンズつけたっていうのがあって、確かに確かに、あとキャノンの時あれもあったな、マキエレンズ、あー 50mm F1 ってやつか、そう、あれは安かったですね。あれは安かった、1万2000円とか、うん、8000円とかで買えたから、確かに、まあだから結構ね、いまだにこれからカメラ何始めたいんですけど何買いますかっていう人には、うん、そこそこお金がある人に関しては α7-2 に、サイズの 55mm、 ああそっちは、ほう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 、なるほど、をおすすめしてたの、うん、なんだけどそれも揃えてもらうとさ12、3万とかしちゃうじゃん、うんうん、だからもうちょっと低価でないですかっていう人にはEOS の KISS-M にマキエレンズ50mm、ああなるほど、それもありですね、確かに確かに、KISS-M めっちゃ軽いし、うん、で、まあ、その 50mm がめちゃめちゃ安いからさ、うん、確かに確かに、1万円ぐらいで買えるから、うん、全体ですごい安く収まる、うん、確かに確かに、でカメラの、まあ、使い、まあ、美味しいところも結構味わえるから、うん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 、いいんじゃないかなっていうのでおすすめしてる、うん、なるほどなるほど、まあ、結構初心者のカメラって、まあ、どれでもいいっていう言い方はあれですけど、うん、一回始めてみないと分かんないですもんね、分かんない、うん、まあ一つ言えるのはめっちゃボケるレンズをおすすめしてあげる、うん、あそうそう、最初はいやでも俺結構悩んでるのが、うん、その俺らってキットレンズから入ったじゃないですか、うん、でキットレンズダメだなって思ったから、うん、単焦点レンズで感動して、うん、こうよりカメラにハマったのかなとか思うんだけど、はいはいはい、なんかね、そこ迷うのよ。キットレンズはでも絶対使わなくなるじゃん。はいはいはい。絶対使わなくなるけど、最初から単焦点でいいのかっていう風になるのは、うん、結構悩む。ああ、いや、でも今ね、結構、スマホ自体が綺麗じゃん。はい、綺麗ですね。カメラが。うん、だから、スマホとこの一眼の一番の違いって何かなっていう時に、うん、ボケかなと思って。はいはいはい。そうですね。それを味わってくれたら、まあね、多分カメラ面白くなるんじゃないかなと思って、確かに確かに、してるかな、俺は。ああ。うん、だそうです。まあでも確かにね、うん、そうっすね、やっぱり最初はじゃあまあ結構安めのカメラでもいいから、うん、とりあえず安めのカメラと、あとまあ安めでも単焦点でボケるレンズ、そうだね、うん、それでライブカメラの楽しみ方が変わるような気がします、うん、はい、はい、って感じでしょうか、はい、はい、のそうね、こんな感じで、はい、もし参考にしていただければ嬉しいです。そうですね、はい、でまあ もっともっとね、多分いろいろ聞きたいことはあると思うんですけど、うん、コメント欄とかでね、なんかもらえれば、あ、はいはい、また今度ね、コラボした時に聞いたりもできるんで、これもいつでもできるんで、そうこれ毎週やってるから、いつでも動画撮れるんで、うん、本当にコメントいただければ、なんなら聞いてパッとコメント返すこともできるんで、うん、ぜひぜひいろいろコメントください、うん、はい、はい、ということで、今回の動画はこんな感じになります。はい、冒頭にも話したんですけども、まあ、ヒデさんのね、うんうん、チャンネルの方にもコラボ動画上がってますので、ぜひそちらもチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、あチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。